パーソルはパリーグで働く全員を応援しています。パーソル。はい、遠くへ捉えてきました。はい、出てくるが、キャッチ。ここは左サンディが。しかし、今度はリーダーが飛び込んでいます。ワンバウンドして、初球です。レフト横追いついた。ナイスプレー。ライトに上がった打球はライトが出てきます。最後スライディングキャッチ掴んでいます。初球、さあレフトバックバックして、バックして、ここまででした。いい、岡田が壁にベルトすきながらキャッチをしました。なるほど。初球からいった、センターが前に出てくるか、秋山ライナーをキャッチ。いい当たりを放ちましたが、長谷川優也強い打球。サード今江が反応。ショートへの打球は中島取っている、一塁送球、足の速い牧原をアウトにしました。福田君完璧に抑えることは難しいから、はい、飛びついたが取っていました。鈴木大地ストレート打っていきます。ライト方向、大きな打球です。ライトから追いかける、追いかけてフェンス際、ジャンプ。この先が抑えました。これは風が戻ってくるんじゃないですか。お、取った。おお、取りました。この回から守備についてますが、センターに抜けない、アラチファインプレー。アラチが見せました。中で捉えたがセンターへ伸びる、伸びる、伸びて、いや、入った、ジャンプ、取った、取りました。大きな歓声が沸き起こす。1球です。打ち返した。ショートの右、源田追いついた。おっと、拾い直して1塁へ。すごい、この当たりが源田です。ミスをミスとしない感じでアウトにしました。つける時もありますし、つけない時もありますよね。本当が今日勝っているファインプレー。逆反応しました。今度は地上でナイスプレー。これはうまく打ちましたが、センター上林、おっと、牧原が配球してこのボール取りました。よく取りましたね。よく取りました。打たせて取ることができました。おっと、しかしこれはレフトへの打球ですが、それほど伸びませんか。フェンス際のプレーになりましたが、おっとと、近藤健介。フェンス際、ファイダーマンのように掴んでスリーアウト。セカンドへの打球、渡辺取ってグラブトス、中島一塁取って、ダブルプレー。渡辺のナイスプレー飛び出した札幌ドーム。この回打者3人で3つの後を取った堀、5対1です。さあ、これはどうの、センターへの打球は取って、センター田中が取って、まあ、しかし大阪一番タッチアップで戻っていきました。これ打ってきた、レフトで近藤バッティング、前線的なプレーになりました。昨日はスパイダーマンしているか、今日もスパイダーマン出た。近藤がスイー、いやー、今のも、いやー、本当に良かったね、今のね。今リプレイが出て